ットマオのミヤマーチャンネル。はい、こんにちは、浅田真央です。今日はミオマオチャンネル初のロケ企画です。そして私がやってきたのはここ神戸市東灘区です。神戸の灘は日本酒造りでとても有名なんですが、ここに何があるかと言いますと、じゃん、そうなんです、ミオを作っている宝酒造さんの松竹梅白壁蔵があるんです。今回はその白壁蔵を特別に見学できるということで、とっても楽しみです。今日は臼井工場長と私でこの白壁蔵をご案内したいと思います。はい、早速ですが、まおちゃん、はい、白壁蔵の名前の由来はご存知ですか？ミオのアンバサダーなので多分合ってると思うんですけども、壁が白い蔵だからなんじゃないですか？さすがです。おお、やった。では早速工場の中に入りましょう。はい、はい、ということで工場の中に入ってきました。見てください、ここ私の名前が入っているんですよ。ちょっと本格的な服装になってちょっとテンションも上がってきました。まおちゃん、はい、白壁蔵は手作りの原理を再現した最新鋭の設備で行うお酒作りと、ほとんどの工程を人の手で行う昔ながらの日本酒作りと両方できる蔵なんです。日本酒作りの工程をさっと見てみましょうか。やっとこれだけの工程があるんです。今日は真央ちゃんにこの一連の流れを見てもらおうと思っています。特に重要な工程については手作業で見てもらおうと思っていますので、楽しみにしておいてくださいね。貴重な経験ですね、楽しみです。日本酒作りによく使われるお米というのはあるんですか？500万石、非常に柔らかい米で使いやすい米で、ここでもいっぱい使ってます。いい酒については山田錦、はい、お酒のグレードに合わせてお米の品種も使ってるっていうところはあります。そのミオを作る上での工程というのはまた特別なものがあるんですか？ここの工場は高級なお酒を作ってる工場なんですけど、その技術を生かしてミオも作っています。じゃあミオも高級なお酒からできてるってことですね。さっき見ていただいた山田錦の玄米がここに展示してあります。ここが玄米で、ここ 91%、 これが私たちが通常に食べてるお米なんです。白米と言われるやつですか？吟醸って呼ぶためには 60% まで磨く必要があります。大吟醸は 50% まで磨かないといけない。すごい、 20% になったら米の粒がもう半分以下になってる。精米はどのように指定してるんですか？精米は精米機っていうこういった機械が、はい、食べるお米とはちょっと違う。違うんですね。お酒用の精米機が特殊な精米機。おお、なるほど。日本酒作りにはお米ともう一つ大事なものがあるのは分かりますか？お水ですか？その通りです。これが有名な宮水です。西宮の宮を取って宮水と言われます。非常にミネラルの多い水で、発酵、お酒が発酵するために酵母が元気になるので、昔から使われてて、この灘の地でお酒作りが発展したうちの大きな要因の一つがこの宮水です。でここで作ってるお酒は基本的には宮水を使って、仕込んでいます。では次の工程、千枚に移りましょう。千枚行きましょう。はい、ということでここ千枚室で実際の作業を見学させていただけるということですが、すごい寒いですね。そうですね、この部屋の温度は10度です。10度。ちなみにこれからお米を洗う水の温度も10度です、はい、まず千枚ですが、このようにザルに10キロのお米が入っています。これを手を入れて、手で洗います。で洗ったところに水をかけて、ぬか分を完全に取り除きます、はい、それをこの浄土の中に入れて、目標にしている水分のプラスマイナス 0.5% 以内に必ず収めるように、時間を10秒単位で区切って集積するのを、今日はその工程を実際にやるところを見てもらいます。はい、では実際の作業をお願いします。結構優しく、あんまりガーッとやるとやらないんですね。割れちゃうんですよ。1秒単位で、はい、おお、あ、これ、ぬか分、米と米の間にこういう濁った水が入ってたらダメなので、綺麗な水を上からかけ流し、で今日はトータル10分30秒ということなので、
今1分経ってるんで、あと9分30秒ちょっと泡が出るんですね。そうですね、中に空気が入ってるんで、それが、でこれは中の空気も全部出してやって。手作業って大変ですね。大変です。日本酒飲む時のちょっと思いが変わりますね。そうです。お水を吸うとね、透明感があるところから白くなっていくんですよ。ところがまだ全然透明感でいっぱいじゃないですか、はい、これは時間が経っていくと、あ、白い色が変わってる。で、ね、僕たちはこう見ていくときに、この目玉の大きさを見て水分がどれぐらいかなっていうのを、まあ、確認する。この目玉がなくなるまで吸わすわけじゃないんですよ。 ある程度あるところでいいと、はい、うん、ここで米と米の間の水分が結構出てきますよ。絞ってるんですね。そうです、そうです。中の水、中の水がだから飛んで出てるんですね、米と米の間の。それで、カゴの重さを測ってやるんで、はい、10キロの米が何キロになったかっていうのが分かって、これで米だけの重さが分かるんで、実際いくらになったっていうのが分かる。これは全然触ってもらって結構やっても潰れちゃいますよ、すぐ。あ、すごい繊細だ。千枚筆での作業は一応これで終わり。お、千枚と親戚はいかがでした？はい、私も実際にこうして初めて作業を見学できたんですけども、すごく繊細な作業だなというふうに感じました。ちなみにいつもはこういった設備で千枚親戚をしています。あ、こちらですか。手作業の100倍ぐらいの大きさで実はやっているのが、はい、100倍すごいですね。次回は日本酒造りの要、麹造りを見学していただきます。はい、すごく楽しみです、それでは皆さん次回もお楽しみに。さようなら。